天域は、かつて、カラフトモーカ軍モーカ町に存在した、鉄道省カラフト再選の駅である。現在は、ロシア鉄道局と鉄道支社サハリン地域部のホルムソ駅で、サハリン島と本土を結ぶ、貨物輸送の拠点駅である。現状に関しては、サハリン州及び、サハリンの鉄道、モーカ駅の項目も、参照のこと。ホルムスク海洋貿易港付当。 ふと内も総社上駅の構内扱いで、手前に接岸中のワニの、ホルムスク鉄道連絡線と、鉄道三橋が見える1920年、カラフト町鉄道西海岸線、本都毛モ間開海通に伴い毛ー町で石街地に、設置された。豊タ新線、豊原方面の分岐駅で、日本時代末期の旅客列車は、カラフト再線上り5本、下り5本が、豊タ線は、 豊原北、猛火間、上下三本が運行されていた。1946年のソ連国鉄編入に伴い、駅名も停止街地が再編された、ポリアーコボ村に合わせて、ポリアーコボに改称した。ホルムスク海洋貿易港では1969年、鉄道連絡船三橋の建設が開始され、ポリアーコボ駅には三橋にかけて操車場が新設された。 ポリアーコボ村は1970年にホルムスク市域に編入。1973年の鉄道連絡線桟橋、完成でワニのホルムスク鉄道連絡線が就航し、車両構想を介したバイカルアムール鉄道との連絡駅となった。1991年、駅名を総車場に合わせて、正式にホルムスクソルチローボチヌインに改称した。 1994年のユジノサハリンスク、ホルムスク線のボデレベンスカやニコライチュク間配市、及び1997年のネベリスク方面への旅客列車運行休止により、現在客扱いは行っていない。駅構内は海洋貿易港ふ頭及び連絡線三橋にかけて延長4キロの操車場が設けられて、サハリン島内発着の貨物列車の蘇生を行っており、ワニの ホルムスク鉄道連絡船と直接連絡している。主な貨物は、石油、石炭、建築資材、レール及び鉄管などの金属製品のほか、海上輸送用コンテナ、石油生成用タンクなどで、不当の南北に、各8箇所の船舶積み込み用の引き込み船と 1520mm1067mm、mm、の、 代謝機関変更設備が設けられているが、北側については現在は使用していない。ありがとうございます。